け企画。どちらかが偽物でどちらかが本物です。ジョーダン1の8号シリーズ、ジョージタウンでございます。パッと見た感じで言うとめっちゃ綺麗じゃん。特にこう違和感があるところはないですね。というわけで今回鑑定をアプリで行っていきたいと思います。それではこちらの買ってきたスニーカーは、はい、テーマの闇を暴け企画。よっしゃ、皆さん大好きであろうという大人気コーナーでございます。闇を暴き企画。このコーナーは偽物を本物と歌っているサイトさんね、某フリマアプリさんなんですけど、はいはいはい、から購入をして、その商品が本物かどうかを検証していくコーナーでございます。で今回はそれの特別バージョンをご用意してまして、お偽物スニーカーボスに渡してみたら気づくのかドッキリ。よいしょ。ボスはね、あのゴローズ見たりとか、クロマハーツ見たりとか、偽物、本物、結構知識ある方なんですよ。僕らが紹介してる動画って、ま、結構ハイプなものが多いですよね。例えばトラビスだとか、ザ・偽物みたいなのをボスに見てもらってるんで、今回は偽物が出回ってないスニーカーをですね、購入してきたので、ドッキリしていきたいと思います。はい。買ってまいりました。はい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 。あれ偽物2足買ってんじゃんって思われると思うんですけど、どちらかが偽物でどちらかが本物です。箱から見てどうですか？まあ箱はね、ジョーダン1じゃないですか。そうですね。スニーカー好きな人であれば箱でもお気づきだと思うんですけど、ボスの好きな8号シリーズをですね、今回は買ってきましたので、はいはい、早速ね、見ていきます。はい、蓋から見ていこうか。蓋からね、はい、蓋から。箱はまあ特に特別変わった感じはないよな。はいはいはい。特に書いてるものもまあ一緒かなと。一緒やな、はい、もう色も一緒やな。そうですね。そんなまあ変わりはないかなと思います。早速中開封していきます。はいはい。こちらジョーダン1の8号シリーズ、ジョージタウンでございます。渋いとこ来ましたね。いや渋いっすよね。いやいやいや、まさかのっていうところ指しましたよ。はいはいはい。ね、比較的新しいんで、うん、これ偽物あったんですね。ボスはこのスニーカー乗りたんですね、はいはい、4足買うております。買ってましたね、そういえば。ちょっと僕には理解ができないんですけど4足で、はいはいはい、足何本あんねんって話ですよね。だからそれぐらいジョージタウンが好きなんですよ、はいはい、これで外したら賞味ダサいな。なるほど。もうちょっとスニーカー語らないてほしいって思うんで、視聴者の皆さんもですね、どっちが本物か偽物かっていうのも見ていただけたらと思います。まず偽物やったら結構あれや、作り雑やなとか、はいはいはい、ちょっとその数種の部分がおかしいとかちょっと汚れてるとかあるんやけど、こうパッと見た感じで言うとめっちゃ綺麗じゃん。そうですよね。外見た感じ特にこう違和感があるところはないですね。ほんまにないし、両方とももう全く一緒。そうですね。生地とかもまあこんな感じやったっていう、ちょっとね、あの、うん、視聴者の皆さんに生地までは分からないと思うんですけど、全然生地も変わらない感じですね。全く一緒。はい。でもスニーカーのこの偽物って中やね、大事なのは。中です。はい、中見ていきましょう。はい、まずこのねタグですよね。はいはいはい、このタグについてるタグ、これはどうですかね。まあ、タグこの一応2つを見比べた感じで言うと、まあまあまあ確かに多少の差はあるんですけど、うん、じゃあこっちが偽物だねとはちょっと難しいですね。そうですね。そんなめちゃくちゃにじんでもないよな、両方とも。そうですね。強いて言うならなんですけど、ちょっとこっちの靴がまあなんかね、こちらと比べると若干こう歪みというか、こうかすれみたいなところがちょっとありますけど、まああんまり誤差はないですね。まあナイキクオリティかもしれへんからな。まあ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 、この時点でちょっと決めるのは賞味難しいな。はいはいはい。ちょっとハイレベルな偽物ちゃいます、今回。いや、ここまではなかなかいいんじゃないですか。中も見た感じわかんないですね。はいはいはい。シールが僕の方だけ貼ってます、このシールね。はい、っていうぐらいですかね。なんなんやろうなっていう感じですけど、はい、まあざっくりスニーカー見てきたんですけど、アツシ、どっちが偽物やと思う？いやー、これちょっとまだヒント少ないですよね、ちょっと正直。これはハイクオリティですよ。はいはいはい。どっち？こっちが本物？本物。こっちが本物で、はい、こっちが偽物。はい。
はい、ですね、私が実はあの偽物購入しているので、どっちが本物か偽物知っております。はい、本物はこちらでございます。ありがとうございます。はい、こっちは本物のジョージタウン、はい、でこっちが、まあ、某フリマサイトで購入したジョージタウンです。はい、はい、正味このクオリティはやばいっすよ。いやなかなかね、うん、本当に。でこれがおもろいところなんですけど、このスイカの中にレシートついてたんですよ。はいはい、レシートね、これ偽物の方にレシートついてて、このレシートが東京23っていうあの東京のお店さんなんですけど、このセレクトショップで購入しましたっていうのが、あの購入したっていうレシートついてます。で実際に発売も あった店なんで、ちょっと凝ってるなっていうのはありますよね。正直な、すごいですよね。ぜひとも問い詰めたいところではありますけど、うん、これは偽物は確定はしてるんですけど、はい、ボスは果たして見極められるのか、ちょっとボス読んで検証していきたいと思います。おう、ヘイマイブロー、今日は何ジョーダン1、8号の魅力を語ってみた。よいしょ。初めて聞いた企画内容。今日はね、もう8号の魅力を存分に語っていただこうということで、ボスもね、たくさん8号持ってるじゃないですか。4足買ったよ。はいはいはい。で結局なんか手放したりとかして今2足しかないね。ああ、なるほど、うん、まあ、じゃあ今は2足残ってると。そう、はい、では早速ね、2足並べて談義をしていきたいと思います。というわけで早速ね、ジョージタウンボスの2足をちょっとね出して、ここから語っていきたいと思います。まずは勝手に企画やるのはいいけど、勝手に人の靴触んない。いやいや、もうね、せっかくねこんなにあるんで、やっぱりその太陽の光を浴びせていかないとやっぱりもったいないんで、はい、はい、まあね、8号といえばね、やっぱりもうジョーダン の、 あの生まれた年ですから、はい、もういやかっこいいし、いいっすよね、これディティールがね、本当に渋いよな、ジョージタウンっていうのがな。ジョージタウンっていうのがまた良くて、それで4足買いたくなってくるやん。いや、これは欲しいっす。いや、それは分からんっすわ。4足は分からん。8号の特徴は、まあ、ここやね。はいはいはい。やっぱりね、この普通のジョーダンとは形がね、ちょっと違うんですよね。はい。まあ、いっぱいある、まずカラーリングもいいしの。まあ、そうっすね、カラーリングとか。これまでちゃうやつ入ってるから。そうそう、8号紙やから。あー、なるほどなるほど。どっから取っていいやん。ちょっと僕、なんか、倒しちゃった時にちょっと突っ込んじゃったかもしれない。ドッキリじゃないよな。ドッキリではないな。じゃあやね、ちょっとさ、なんかどうするの。見たこれ。あー、なんかやっぱ8号独特のこうインソールというか。まああの中国からも流れてるからな、スニーカーズで。なんかね、黒タグじゃないやつが結構入ってきたりとか。黒タグついてるから俺日本製。なんか不満なんすか、そのジョージタウン見て。不満というか、なんかね、あのあれだけ8号好きやったボスがね、あまり語ってくれないという。なんかちょっとね、用意したんでしょ、これどうせ店のこので俺が気づくのかとか意味わからんのやろうとしてるんでしょ、どうせちゃうの。こいつめっちゃ笑ってるし。てってれー、ドッキリでした。おい、はい、というわけでですね、今回ちょっとね、あの改めて企画をちょっと説明させていただきますと、ジョージタウンの、パチモン用意したら、ボスは気づくのかドッキリということでございまして。で気づくやろ、はい、ちょっとね、カンパされてしまったわけです。これがもう終わってる。ちょっとね、こいつは入ってきたものなので、まあ、一応入れといたんですけども、ボスがその偽物やって言ってるわけじゃないですか。でも正直エビデンスなくないですか。主観でしかないんで。なるほど、感想ですよねっていう広く言われますよ。エビデンスがないんで。最近意味わからない。ボスはこれ偽物って言ってますけど、本当のとこどうなんやと、こればっかりはね僕たちもわかんないわけです。というわけで今回鑑定をアプリで行っていきたいと思います。そういう流れね。はい、よいしょ。イエーイ。今回鑑定に使用するアプリはですね、チェックグッズというアプリでございます。聞いたことあるわ。はい、これね、あの最近こう YouTube とか TikTok とかでもこう人気を集めている白龍さんというね方が開発したアプリなんですけども、 AI による画像で鑑定してもらえるシステムでございます。これはね、なかなか画期的なんじゃないでしょうか。もう写真撮っただけでもうそれが偽物か本物かわかるわけです。
画像を送っただけでフェイクか本物か判断してくるってこと。そうですね、まず画像を送って AI がこれフェイク、これ本物っていうのがまず送られてきます。でその後に人の目が入って、これは本物です、これは偽物ですっていう判断が下されるそうです。それさ、正直いいアプリやとは思うねんけど、まあ俺その話聞いてないから分からへんねんけど、はいはいはい、AI とはいえ、なかなか難しいと思うよ。だって画面越しでわかるこれ、まあ、なかなかね、そのよっぽど違えばね、それこそわかるかもしれないですけど、やっぱり細かいところはあっては思うかもしれないんですけど、やっぱりそういうところをね、僕らも検証していこうというのが今回の企画の肝でございまして、やっぱりその信用の置けないというか、微妙なものはやっぱり僕らも紹介できないじゃないですか、なのでまあ、今回ね、こちらのわざわざね、このジョージタウンの偽物を用意して、このチェックグッズというアプリがいかなるものなのかということもね、僕たちで検証していきたいというのが今回のね、企画でございます。あ、なるほどね。紹介するけど、ちゃんとできるかもわからへんから、そのために用意して、俺にわけわからん、しょうもないくだりを取らせてたってことね。はい、この茶番はここまでの布石です。じゃあこれ査定するってことやな、今からそのアプリの機能を使って。その通りです。これ間違って本物ってなったらどうすんのこれ。もちろん公開します。先方には謝った上で動画を公開させていただきます。案件もらってんのいや、それくらいね、僕らがガチということをやっぱここらで証明しておかないと、こいつらリアルを生きてるなということをぜひ皆さんに分かっていただきたいので、今回の結果をね、楽しみにしていてください。チェックグッズさんの方にこれも聞いていきたいと思います。偽物やと思うで。あ、なるほど。こっちは本物なんやろ。俺知らんけど、こちらは一応ですね、あのボスの購入されたものです。はい、ボスがあの偽物引いてなければ本物です。じゃあこれがワンチャン偽物の可能性もあるってこと。もちろんこれが鑑定した結果偽物だったという可能性ももちろんあるわけです。怖っ。それでは、早速鑑定に移っていきたいと思います。まずはですね、チェックグッズを入れていただいて会員登録してください。そしたらね、もうあのこの画面まで出ますんで、これがねホームのところに鑑定開始というものがあります。これを教えていただきますとですね、画像鑑定開始というのがあるんですね、はい、スニーカー、ブランドバッグ、腕時計などなどなどいろんなのがあるんで、もう自分のやりたいやつを押してください。そしたらまあブランドがねたくさん出てくるんで、ここでまあ絞って、あとはまあスニーカーの種類とかもあるんで、こちらも絞っていただいて、そしたらですね、もうこの写真を撮ってくださいっていうのがもう指定されてます。外観を撮ってください、内タグを撮ってください、インソール、中の縫い目、箱タグなどなどを撮ってくださいっていうのがもう決められてるんで、それを撮っていきます。なるほど。それがじゃあ AI だからプログラミングされてるってことが中に。そうです。でちなみにこの鑑定するのにあのコインっていうのがいるんですね、うん、でこの画像判定ならコイン1枚必要になってきます、うんうん、でこちらのコインは有料なんですけども、最初にあの会員登録した後にあのクーポンコード入れると、2枚もらえるので、そちらから、鑑定が可能となります。それではね、早速やっていきたいと思います。鑑定の方が、終了してしまいました。早ない？もうほんまにすぐ出ました。すぐ AI の方がすぐ出て、その後人のやつってなったんですけど、人のやつも言うてもすぐに出ました。大丈夫なんけそれ、ほんまに早すぎん。一応ね、今回、まあ、こちら本物と、こちらの、まあ、偽物らしきものを、ね、あの2つ両方査定させていただきました。まだ俺にも言ってくれへんのかいや僕らも偽物と歌ってるものを買ったわけじゃないんで、一概に偽物と言えないですよ。金額的にちょっと偽物かなっていうぐらいなんで、ね、マジでこれ本物やったらおかしい話になってくるってマジで。これはね、今回このアプリにちょっと聞いてみたいと思います、はい、それではこちらの買ってきたスニーカーは、はい、偽物でございました。やっぱりね、これはそうでしょ、ね、ちゃんとね、チェックフェイクと書かれております。あ、ほんま。はい、ちゃんと偽物危険度っていうのも今回表示されるんです。そうなるんや、はい、どれだけそのこれもう本物に似すぎてやばいみたいなのから、いやこれはさすがに偽物でしょというその危険度まで教えてくれます。これなんだ。B から S までありまして、うん、S が一番高いんですけど、うん、今回はこれは B でした。一番低いってことやね。はい、もうこれは分かるやろっていう偽物になります。はい、割とクオリティ高い方ちゃうかな。いやでもそう、これで D っていうやったらチェックグッズやばいと思う。そうですね、うん、今まで僕らも言うて偽物結構散々買ってきたじゃないですか、うん、の中では結構いい方だったと僕は思ってたんですけど。俺も、は
今回こちらは D だったということですね。はい、続きましてこちら、ボスの所有していたスニーカー、こちらもね、なんと鑑定結果出ております。絶対にせよ、だってこれ映せへんけど、あの勝った時のまんま の, あの某タグのあーこれ、ね、某ね、某サイトの、はい、もしこれダメだったら某タグも公開したいと思います。別の動画だよ。今回このスニーカーは本物でしただろうね。チェックリアルと書いております。だって4足買った中のエビすぐりの状態いいやつ残してるから。はいはいはい、こちらね、アップロードされた画像をもとに鑑定を行った結果、正規品と判定しますと書かれておりました。いやー素晴らしいですね。すごいな、ほんまに、うん、1分かかってないんちゃう。いや本当に AI に関してはマジ一瞬で出てたんですよ。でもう人のやつもちょっと遅れてですけども、ほんとすぐ出てきたんで、いやこれ便利ですね。でコイン1枚でいけんの。コイン1枚で1足いけます。これめちゃくちゃ便利や。めちゃめちゃ便利です。だからフリマサイトとかでちょっと怪しいなと思ったやつ買ってピッて言え、そのやったらいけんじゃん。いや本当にいけるかもしれないですね。実際ね、その偽物の場合はね、こちらの鑑定報告書というものもありまして、こちらが偽物ですよという紙をねつけてくれるんで、もしねあのフリマとかで、あのいやいや偽物じゃんみたいになった場合はこれを送っていただくとより分かりやすい、ね、めっちゃ簡単ですね、はい、めっちゃいいよそれ。そうなんです、ね、送るわ、はい、逆にこれ本物だったらね正規品というね鑑定書もついてきますんで、これすごく便利ですね。めちゃくちゃ便利よ。はい、いや今回はこれチェックグッズさんの凄さというものを今回紹介する動画にねなりました。闇を暴けなかった動画。いや実際この某フリマアプリにはびこる闇はちゃんとあのそっかそっか暴けたんですけども、そういやでもすごいですね、技術というかこんなにね。白龍さん中国のその方やから多分相当いろんな情報を持ってるんやろ。はい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 、そのパイプ強いですよね、うん、やっぱ蓄積されてるデータとかもすごいんでしょうね。あ、じゃあもうチェックグッズさんはいいアプリっていうことなんやから、あのもうしっかりいいとこ紹介してあげてよ。もうあの疑い晴れたわけやし。そうですね、はい、疑ってたんやろ。だっていやいや疑ってるわけじゃないですけど、実際どうなんやというものはね、僕らが身を張ってやっぱり検証しないと。今回、活躍していただいたこのチェックグッズさんに、はい、また新機能が加わるということで、セブン君、はい、お願いします。はい、で、まあ、査定以外にもあの追加された機能っていうのが買取機能です。そこが、まあ、強みです。で、はい、これやばいって思いますよ、はい、販売手数料が無料でございます。あら、上限なし。手数料上限ゼロです。あら、それでかいな、はい、最近どこのアプリも手数料取りがちやから。そうですね、トラビスとかあの辺行ったら手数料だけで 1,2 万いかれる時もあったりするからな。パーセンですからね、うん、エグいですよね普通に、うん、次にもっとエグなります。今なら買取開始記念として、はい、買取金額プラス1000円で販売ができるっていうのが今キャンペーンとしてやっておられるんで、はい、平均よりも1000円上げて買い取ってくれるってことですね。そうですね、買取金額が決まった金額プラス1000円で買い取ってくれる。あ、はい、でこれ私嬉しいと思う、はい、即日入金が可能ということで。あら、これ嬉しいですよね。結局そのね、要は買い取りということで送って売ってで、着金まで、ごめんなさい5日かかりますみたいな、いつまで待たせんねん、その間生活がね滞るわけですから、それは非常にありがたいですね。困窮しますからね、はい、その期間っていう新機能が追加されたということで、結構今旬ちゃいますこのアプリさん。いやーすごいですね、その他の相場よりプラス1000円っていう、もう絶対にうちで売ってくれみたいな感じがすごいですね。心眼鑑定サービスを運営されてるあの会社さんなんで、まあ買取事業を開始した背景にはより精度の高い鑑定を行うために正規品のデータを収集する提携先のスニーカーショップにてチェックグッズが鑑定済みの商品を販売することが主な目的ということです。なるほど、規模でかくしようとしてるってことね。さっきボスも言ってたんですけど、あの白龍さん中国でいろんなスニーカー見てると思うんですよ、はいはい、そのデータ蓄積されてるんで他のアプリさんに負けない鑑定力っていうのは絶対あるなっていうのが今回のね、アプリ見た感じと話聞いた感じあるなっていう思うんで、そん
アプリの紹介するのに俺は出汁に向かってやってきたってわけね。ここまでね大きな茶番でしたけどもまあ無事アプリのね性能を十二分に発揮できたかと思います、うん、まあせやなこの偽物を残念ながら僕はいいやな。このねあの謎の領収書もねちょっとこれもこれで詰めなあかんけどな。いやいやこれマジでね悪質っすよねこれ正直マジで悪質で、こんなね領収書作っていろんなことをね検証できたらいい動画になったと思います。まあ他のやつは騙せても俺は騙せねえからな。どんどん来い。今回使ったこのチェックグッズさんというアプリもね皆さんぜひ活用してみてはいかがでしょうか。それでは次回の動画でお会いしましょう。 Hey my bro